イエスの代わりに恩赦を受けたバラババラバは、新約聖書の福音書に登場する、ユダヤ人の強盗、囚人、イエスの代わりに恩赦を受け、釈放された。マルコによる、福音書によれば、杉越し、祭りの旅の慣例となっていた罪人の恩赦にあたって、総督ピラトは、イエスの方面を起して、バラバかイエスかの選択を民衆に迫った。 しかし、祭主張や長老たちにそそのかされた群衆は、バラバの斜面とイエスの処刑を要求。ピラトは不本意ながら、これに従ったため、バラバは釈放された。バラバの罪状は、福音書によって異なっている。罪状については、触れず、暴動と殺人、暴動と殺人、強盗などである。神教同訳、フランシスコ会約聖書などでは、バラバイエスと訳されている。 イエス・キリストとは同じイエスという名前であったことになる。本文表学上はイエスの名前がバラバと同じであることに対する不快感からバラバイエスのイエスを意図的に取り除いたとしている。原点にイエスの言葉がないのに書き写したクリスチャンが付け加えるということはあり得がたいことであるからである。さらにイエスとはありふれた名前であり少しも不自然ではない。 バラバとはアッパスの子を意味するがアラム語の発音でのバラバイエスはお父の巫女に非常によく似ている。同じイエスという名を持った二人の人物がいるならどちらのイエスの釈放を望んでいるのか。アッパスの子のイエスかそれとも自称メシアのイエスかという読み方ができる。ありがとうございます。